リライトイグニスメモリアステーション第10回目の放送始まりました。はい、少しお時間空いてしまいましたけれども皆様お元気でしょうか。はい、パーソナリティを務めさせていただきます、井上役そして島子役の渡辺芳美です。よろしくお願いします。はい、この番組は現在絶賛配信中のスマートフォン用アプリリライトイグニスメモリアの最新情報やマル秘情報などをお届けし、皆様に良いイグメモ生活を送っていただこうという趣旨の番組となっております。改めましてお相手は渡辺芳美と、はい、リライトイグニスメモリアの開発名を行っておりますチームアイカでディレクターを担当しております竹内君です。本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さてですね、はい、さて、はい、今回の放送なんですけれども、はい、皆様に重大なお知らせがあるとのことですので、はい、ここからは竹内さんから、はい、お伝えさせていただきたいと思います。はい、はい、お願いします。皆様に楽しんでいただいております、リライトイグニスメモリアですが、この度は本当に申し訳ございません。ちょっとですね、サービス終了と、なることとなりました。申し訳ございません。突然のですね、ご連絡となりましたこと、またですね、サービスをですね、楽しんでいただいているユーザーさんにはですね、誠にですね、申し訳なく思っております。心より、お詫び申し上げます。本当に申し訳ございません。サービス終了の経緯に関してなんですけれども、はい、まあ、ちょっとですね、これ以上皆様にちょっとご満足いただける運営を続けていくことが困難になりましたため、この度12月の31日をもちましてサービスを終了とさせていただきます。本当に申し訳ございませんでした。はい、ということです。申し訳ございません。はい、ちょっとね、残念なお知らせになってしまったんですけれども、はい、とはいえ、はい、サービス終了してしまうんですけれども、はい、もちろん我々、運営はですね、はい、サービス終了までは全力でユーザーさんの皆様に楽しんでいただけるような、イベントをご用意しておりますので、はい、ですね、そちらの方をいろいろとご紹介させていただければなと考えております。はい、それではですね、はい、ここからはこのゲーム終了までのスケジュールをご紹介させていただきたいと思います。はい、はい、あとの方お願いします。はい、はい、終了までのスケジュールなんですけれども、はい、ただいまのお時間ですね、18時より、はい、リトルバスターズの、お、はい、コラボイベントを開催しております。すごい、これね、このタイミングでやるのかよって感じなんですけど、これちょっと豪華な、はい、コラボイベント、そう、温めてたコラボイベントなんですけども、ちょっと、はい、取り次ぎ、はい、開催ということでですね、ただ、はい、今の時間から皆様にはプレイしていただけますので、うん、はい、ぜひぜひ楽しんでいただければなと思います。はい、ということでですね、ここからはイベントの最新情報を一気にご紹介していきたいと思います。はい、はい、ではですね、まずはこちらからいきましょうか。はい、そうですね、はい、リトルバスターズのこちらも今開催中のイベントですので、まあ、はい、今ゲームの方を立ち上げていただけましたら、うんうんうん、プレイいただけるものとなっております。はい、はい、いいですね、野球チームを作ろう。ついにリトルバスターズですよ。すごい、チーム名は何になるんですかね。シナリオで分かるんですかね。なんだろう、なんだろう、リライトバスターズ、あ、なんかありそう、ありそう、ありそう、リライトバスターズ、ありそう、ずるい、でもリライトできたらずるくない。あ、負けたか、リライトすっかみたいな。ずるくないですか。じゃあやり直そうっつって。そういうんじゃないですよね。そういうんじゃない、コラボなんでね。はい、はいはい、でですね、カードイラストの方はですね、はい、このようになっております。お願いします。おー、超可愛くないですか。超可愛い、超可愛いでしょ、超可愛い。てかめっちゃ気合い入ってますね。めっちゃ気合い入れって書いていただいて、で最初ね、すごい、まあ、いつもイラストお願いしている方にですね、まあ、お願いしたんですけれども、はい、間違えたらアニメ会社に発注したかなみたいな。いや、ほんとすごいですね。そう、アニメ版の方のリトルバスターズのイラストにめっちゃ似てるんですよね。ちょっとこれほんとね、ほんとびっくりしたんですけど、これどうなってんねんって感じで。いや、これすごいですね。そう、なんとかスタッフさんが描いたのかなみたいな、絶対欲しい感じで、しかもこのイラスト、はい、イベントをプレイしていただくだけでもう皆さんに獲得していただける、はい、しかも星5となっておりますので、え、全員もらえるんですか。全員もらえます。イベントを通常通りいつも通りクリアしていただければ皆様に
お渡ししているカードとなりますので。本当にゲーム終わるんですか？いや、もうここからです。すごくないですか？はい、これは星5なので、もちろん専用の SD もついて、はい、すごい、はい、させていただきます。すごい。いいんですよ。じゃあもうすでにゲットされた方、はい、いらっしゃるかもしれないですね。どうですかね、多分今まだ始まってそうですね、メンテナンスが明けてから多分まだ10分経ってないのでそっか、まあ、おそらくちょっとまだね、獲得されてないと思うんですけれども、はい、ぜひちょっとですね、まあ、そうですね、このカードイラストを見てですね、はい、ガンガン走っていただければなと、はいはい、思います。はい、続きまして、はい、お、まだあるんですね。まだあります。お、はい、こちら工藤ですね。先ほどリンで、次は工藤のカードになります。かわいい。こちらも星5で、お、はい、登場ということになります。すごい、はい、いいですね。これもね、これ本当に可愛いんですよ。めちゃめちゃ可愛い。いや本当に、なんでこんな気合い入れたのっていう、ね、いやいいんですよ、いやいいんですけどね、そう、あれしてるとかではなく、なんですか、コラボだから。そう、コラボだから、ね、コラボだから。いや、お前その絶対リトルバスターズ好きだっただろうっていうもう熱量がこうすごい伝わってきてラストから。すごいなと思って。すごい可愛い。本当に最初この、まあ、最初ラフでいただいたんですけども、はい、もうラフでいただいた段階から気合い入りまくってて、うん、え、これラフですかみたいな、色もちゃんと塗ってあるし、すごい、完成じゃないんですかとか思ってたんですけども、まあ、実際完成のやつを見たら もっとよりより完成度が高くなってるですね。これファンですね。いやーこれね本当にすげえなと思って、あの多分わざわざあのアニメの DVD 見ましたみたいな報告とかも言われてたんで、すごい、はい、多分だいぶ研究していただいた上で、すごい、めっちゃ気合ってる、はい、いやもうさすがだなって感じですね。すごい、はい、こちらの工藤ですね、こちらも星5で登場いたします。はい、いや SD も楽しみですね。もちろん SD もつきますので、 SD のものも楽しんでいただければと思います。で、続きまして、すごい、今回はどんどんいきますね。どんどんいきますよ。はい、いきましょう。はい、あら、こまりちゃんです。かわいいよ。もうこれも何も言うことないです。もうあのうちの開発スタッフに、もうかわいい、こまりちゃん大好きな人がいるんですけど、はい、発表してました。めっちゃ喜んでました。いやもう、かわいい。これもね、非常になんだ、もうみんな可愛い。いや、ほんと可愛いんですよね、今回のイラスト。すごい、リトバスのイラスト。でもこれ実は背景が、はい、あのアニメ版のリトバスであったあの小鳥の隠れがあったじゃないですか、はい、にちょっとなってるんですよね。多分お気づきの方はもう気づかれてるかなと思うんですけれども、となっておりまして、もう事前にコラボ感がまた、確かに、まあ、ちょっと背景となんであれなんですけども、コラボ感を出してあの描いていただいたイラストになります。すごい、これは全体が見たいですね。全体もね、もう全体をぜひぜひ手に入れていただければ、いやーかわいい。もちろんこちらもですね、こちらも星5になるので。すごくないですか、はい、こちらももちろん SD つきます。星5大放出じゃないですか、はい、SD 担当してる子はヒーヒーながら描いてます。これもですか、これもですか、あとこれも、あーこれもですかみたいな感じ。いや3つみたいな、あ3つっていうので、そうですね、はい、でもこれちょっと急ぎ書いてもらったので、はい、結構大変だったみたいなんですけれども、SD の方もバッチリ実装しておりますので、うんうん、合わせてですねお楽しみいただければなと思います。はい、はい、その他にもですね、リドマスの衣装を着たキャラクターのカードだったりとかも、はい、登場しておりますので、ぜひぜひ、全て手に入れていただければなと思います。すごい、はい、こっちはあれですもんね、リトバスのキャラクター、ね、今メインで、はいはい、出てますけど、はい、リライトのキャラクターがリトバスの衣装を着て、そうですよね、ってことで、はい、それは見せてもらえないんですね。それは見せてあげないです、ね。まあ実際もユーザーさんね、プレイされてる方でしたら、はい、まあ、登場カードどんなものかっていうのはもうゲーム内で見ていただけると思うので、うん、まあ、合わせてですねこの放送を 見つつ、はい、並行してやっていただければそうですね、はい、見ながらね、見ながらで全然 OK ですので、ね、はい、全然プレイしていただければと思います。はい、はい、こちらがですねリトバスコラボの情報となります。はい、ぜひぜひプレイしてみてください。はい、はい、続きまして、お、いきますね、次のイベントいきましょうか。今日ちょっと情報が盛りだくさんなので、はい、そうですね、作っていかないと、確かに、はい、どんどんいきましょう、いきましょう、はい、では次のイベントなんですけども、すみません、画像の方お願いします。どん、西九条先生ですね。
これは、はい、次はですね、11月の17日からの開催になるんですけれども、はい、温泉イベントを開催します。温泉イベント、はい、温泉イベントになります。ほうほうほう。で、おかみですね。お、いわばさすが西九条先生。もうこれはおかみはもう西九条先生しかできないだろうと。いやいやいや、できないですね、はい、ということで今回、星5の西九条先生になります。すごい、はい、素敵。これいいですよね。いいですね。まだ全体も浴衣とかも、浴衣じゃないや、着物とかも、はい、しっかりと書いていただいているので、うんうんうん、まあ、これも合わせて楽しんでいただければなと思います、はい。いや、スケジュールに温泉イベントって書いてあったじゃないですか、はい、てっきり私は、ええ、また肌色多めなのかと思ったらおかみだったんで、あ、こう来たかって思いました。そんな、ね、正直その、まあ、肌色多い方が嬉しいんですけど嬉しいんですけど、ちゃんと、まあ、着物着てると思って、まあ、ちょっと意外でした。逆にね、その肌色ばっかりのカード出しても、まあそれはそれでどうかなっていうのがありますのでまあちょっと今回は、はい、いやでもまあ、いや素敵、肌色多い方が嬉しいのかな、どうなんだろうユーザーさん的には。いやでもいいんじゃないですか、新しくないですか。まあ新しいですね、今までなかった感じのイラストということで、はい、ちょっと発注させてもらったような感じですね、うんうんうん、なかなか、まあ、西九条先生ね、意外とその本編で衣装変わったりしないので、はい、そうですね、まあ、ルチアだったりしずるだったりすると結構メイド服着てたりとかいうのはあるんですけども、はい、うんうんうん、まあ西京先生意外とないので。そうですね、はい、うんうん、というのでちょっと、まあ、いろんな西京先生を少しでも見せようということ で、ね、今回はおかみバージョンということで、いいんじゃないですか、はい、肌色を抑えさせていただきましたそうですね、はい、とても素敵、いいでしょう、欲しい、はい、ではズゾン行きましょうか、はい、では次のカードです。 お願いします。はい、言ってるそばから肌色ね、言ってる、まあ足りないかなと思ったんで、いや肌色ばっかり。でここの抜きもちょっとひどいですよ。これすごくないですか、どこ抜いとんねんって感じなんですけど、これ大丈夫なんですか。あ、大丈夫です、大丈夫です、これ大丈夫です、もう我々に怖いものは何もありませんいや、やばい、これこれね、じゃあちょっとここだけだとキャラがないかわからないんで、これ誰だろう。次のでも、あかねさん、まあ温泉なんでね、でも肌色は必要でしょうということでいやすごい色がね、ベージュ感がすごい、ベージュ感、ちょっとまだラフ画像なので、完成してるイラストではないんですけれどもいやー、かねさんは脱がせますね、最後まで、もう最後までちょっとそっち系を担当していただく、あかねさん、ナースあったじゃないですか、はいはいはい、ありました、あれも攻めてるなと思いましたけど、攻めてるなどころじゃないですね、基本的に。あかねさんすごいな。で多分これ僕はその指定書書いてる時だとだいぶもう、はい、良い時間でだいぶこうテンション上がってる時だったので行ったり行ったりみたいな感じでそればっかじゃないですか、でも行ったり行ったりちゃんと一応翌日見直してこれやばいかなと思って、一応水着着てるバージョンとかもあったんですけれども、温泉で、あ、そうです、そうです、まあ一応あ混浴みたいな感じ、混浴みたいな感じで、一応水着バージョンもあるんですけど、うんうんうん、もういらない、水着とかもういいかなと思って、ビャッビャッします。水着ひっぺがしたから金さんがああいう表情になってるんですもうこれだいぶ多分歴代一番攻めてるカードになってるので、これすごくないですか。これね、よく俺いろんなところから怒られなかったなって感じですよね、はい、主に社内から主に社内からいや、ラフがですって書いてありますけど、もうすごいですもんね、そうなんですよ、大体ラフいつもこういう形でいただくんですけども、もうすげえ肌色っていうすごい、正直これだ、イラスト来た時にちょっとやばいかなと思ったんですけど、さっきの最初の画像と組み合わせたら、はい、えらいことになりますよ。だからまあ基本的にその横に SD ちょっと載ってるんですけども、はい、衣装はああいう感じ、衣装じゃないです着てない着てないですよ、着てない、ボディースーツあ、そっか、ボディースーツ、うん、肌色の服着てるラインがすごい似てる、肌色の服無理だよ、サウナスーツみたいなやばい、ほら出ちゃったじゃないですか、またね、でもボディースーツです、大丈夫です、ボディースーツ、肉襦袢みたいな感じで、ボディースーツです、そんなこと、実は全身着てるんで大丈夫です、そういうことですか、もうラインがバッチリ出てるだけで全然大丈夫です、そっか、ライン上から描いてるのかな、線を自分でね、そう、自分線をね、まあ、ラインこんだけ出てるんで、まあ、赤根さんもちょっと恥ずかしがってるということで、いやそれ
ですね、すごい。すごいでしょ。すごい。なんかリライト、はい。なので、ね、ちょっと先ほど告示した終了時期より早くゲームがなくなったら、あ、こいつのせいだなと思っていただければ、なんかすごいリライトされたなっていう、そこでそこで思っていただければなと思いますね。リライト の、はい、あのイラスト、はい、別の意味で攻めまくってますね。いやもうだって、まあ、皆さん の、 その要望を叶えられるのはうちしかないかなと思っておりますので、ね、いや素晴らしい。アニメの方でこれやってくれって言ってまあ無理ですから。そうですね、はい、じゃあもう、うん、煙いっぱいそう DVD 版では外れますって言って結果外れないやつになるんで、あ、外れてないやんけみたいな、いっぱいになっちゃうんでね、なるんで、まあ、はい、可能な限りちょっと、いやすごいな、こちらの方で攻めてみました、はい、ちょっとごめんなさい、これ以上は無理でした。これ以上そりゃそうですよすごいですね、これ以上はちょっと無理だったんですけども、極極まで攻めさせていただきました、はい、いやすごい。ちなみに、はい、これタイトルはまだ決まってないですか？タイトル未定です。はい、ごめんなさい。楽しみですね。温泉かっこ仮。まだそんなレベルです。温泉、どうしようかなって感じです。そうか。まあ多分またもう、ね、だいぶだいぶ危ないのを頑張って選ぼうと思いますので、選ぶってなんだ。あのタイトルも込みで。タイトルも込みで、あのキワキワのちょっと頑張っていきたいなと、はい、思っております。はい。で続きまして、はい、ちょっと画像の方はないんですけれども、はい、12月の頭にファイナルイベントをやる予定です。画像はないかな？画像ないですよね。画像ないですよね。はい。はい、一応ファイナルイベントということで、ちょっと先ほどのじゃあ予定表の方をお出しさせていただいてもいいですかね。あ、はい、こちらですね。すみません。まあ先ほどの、温泉イベントが11月の17日の18時メンテナンス上げからとなっております、はい、で下に書いてある12月の1日、うん、ラストイベントなんですけども、はい、こちらの方、まあ、下に多分って書いてあるんで、まあ、多分ラストイベントだろう。なんかまたあの我々チーム内で思いついたら急にやるかもしれないんですけどこれやろうかみたいなね、まあ、正直その、まあ、いろいろチーム内ではやろうと画策してましたので、はい、ぶっちゃけあのこれ以外にもかなりいろいろあります、はい。例えば何でしょう、めちゃめちゃ強いあのチャレンジクエストとか、お三つ星ですね。あ、一応昨夜の最終形態をボスにしようかなっていうのをちょっと今考えてて、今もう越せるもんなら越してみろっていう感じで作ろうと思ってます。最後の決戦です、はい、決戦まさに、決戦のやつだったりとか、そうですね。そっか。あとまああの12月の誕生日のキャラクターとかもいるので、お、まあ、その辺はまあ、入れるんじゃないかな、実装するんじゃないかなっていう感じですね、はい、うんうんうん、なので、まあ、一応ラストイベント多分、はい、ということで多分最後イベントという形態では最後かな、うん、ということで、一応12月の1日に、はい、ちょっと多分これはあの真面目な真面目な感じのシナリオで、はい、あのイラストもあの全然肌色多くないようなちゃんとした、あのちゃんとした最後を飾るにふさわしいような、はい、はい、ものを、うんうん、実装しようかなと思っております。はい、またですね、ちょっとここには記載ないんですけれども、はい、通常のシナリオのですね、はい、ここから怒涛のように実装していこうかなと思っておりますので、多分それこそはあの12月から毎日1本やってもらわないと間に合わないぐらいのレベルで、ガンガン追加していこうかなと、すごい、はい、思っておりますので、ですね、こちらのイベントと合わせてですね、通常のシナリオの方も、はい、お楽しみいただければなと思います。盛りだくさんですね。もうだいぶだいぶもう今一番下手したら今一番忙しいヒーヒーながら実装しますすごい、はい、これから続々ねイベント始まるので、はい、ぜひぜひお楽しみといただければなと思います。はい、はいはい、よろしくお願いします。はい、さらにさらにさらになんですけれど も、 おもまだありまして、すごい、ここに書かれてないやつですか、はい、ちょっと今画像出してもらいます。はい、ゆずきがお先生書き下ろし LINE スタンプがすごい、なんとこのタイミングで登場しますここかいって感じですけど、なんでここなんだい、はい、本当にまあいろいろとね予定してたんですけれども、そっか、そっか、 LINE スタンプという形ではい、すごい、いたします。かわいい。これもねかなり、まあ、もちろんあのここに表示しているのは一部なんですけれども、はい、40種類40種類、はい、すごい、サンプルの方ご用意しております、なかなかあのどれもこれも
使いどころがたくさんありそうなスタンプ で、まあ、あの SD 書いていただいている柚木岩尾先生にお書きの書き下ろしということで書いていただいておりますので、すごい、もうどれも全部非常に可愛い感じの可愛 い、はい、イラストとなっております。こちらの方ですね、スタンプのリリースタイミングに関しては、はい、また別途、Twitter 等々公式の方で告知させていただきますので、はい、もう少々お待ちいただければなと思います。はい、はい、いやすごいな。いやこれね、これ本当にいいんですよ。でも何より使いやすい。へえ。グヌーとかだってもう使いどころしかない。まあ小銭はちょっとね、どうなんでしょうね。若干拾った時ぐらいしか使いどころ思いつかないですけど。いやあの右上の吉野いいですね。ええ、あ怒ってる吉野。怒ってる吉野。吉野らしい。可愛い。まああれももう全然使いどころいっぱい思いつきますし。いや使える。僕多分あの土下座を多分連打してると思いますけど。これまだできてないんですけど、パポチだ。すいません。スタンプ1個で。スタンプ1個でひたすらもうあのコタロー連打するみたいな。でも使いやすいですよね。いや本当に使いやすいイラストばかり、まあ、ここに表示されてるだけでも全然使いやすいものばかりですし、うん、いいまだまだ残り35種類、今日34種類かな、うん、ございますので、うんうん、ぜひ、こちらの方もですねお楽しみにお待ちいただければなと思います。はい、はい、楽しみです。はい、はい、まだまだですねあの、はい、告知しきれないんですけれども、その他にもいろいろとすごい仕込んでおりますので、すごいですね。いやもちろんもう終了まではもう全力で全力でさせていただきます。すごい駆け抜けますね。駆け抜けます、うん、間に合うかなちょっと詰め込みすぎちゃうかも。しかも新機能とかも入れようとしてるんで今え新機能、はい、ここから新機能も追加ですか、ええ、すごい。確かもうリトルバスターズの段階で動いてたかな、ゼロターン目とかいう。ゼロターン目、今までその絶対にそのプレイヤーがスタートだったんですけれども、はい、あの敵スタートやだもうちょっと入れようみたいなお話であるとか、いいですよ。あと三つ星の方でちょっとそのまあ見た目だけなんですけども、多分バトルの画像とかももしかしたらちょっと今まででない形で実装されるかもっていうことで、ちょっとまだ三つ星の方はですねちょっといつ実装かっていうのはまだ未定なんですけれども、はい、まあ実装されましたらそちらもですね、うん、合わせてお楽しみいただければなと思います。はい、はい、ちょっとねゲーム終了になってしまうのはちょっと残念なんですけれども、はい、まだまだねすごいたくさん豪華なイベント、はい、すごくたくさん控えてるので最後まで楽しんでいただければと思います。はい、はい、よろしくお願いします。それでは以上イベント最新情報のコーナーでした。はい、はい、では、ということで、はい、エンディングのお時間となりました。いい、ね、はい、第10回目の放送、そして、今までイグニスメモリアステーションご覧くださった皆様、いかがでしたでしょうか。楽しんでいただけましたでしょうか。はい、僕はすごい楽しかったです。楽しかったですか。はい、楽しかったです。いやもうね、結構その、まあ、今まで第10回まで、はい、放送させていただきましたけれども、うん、はい、まあ、ユーザーさんの皆さんのね、そのリアルタイムな反応を書いていただいたのがすごい楽しかったですし、はい、まあ、割と後半の方はね、あのコーナーとか番組の後半の方は僕が結構好き勝手やらせていただいてたのでこれですよね。うち個人としても楽しんでましたね。情報だけじゃなかったです ね、 そうですね、最後の方とかは、まあ、割とその、うん、なんでしょうね、あの最後の方がやりたいから前の方でまあとりあえず情報出しておいてあとはちょっと楽しいことさせてもらおうかなっていうような、ね、最初に次のイベントの情報を伝えて、楽しむっていう、はい、まあ何でしょう、渡辺さんを苦しめるコーナーばっかりだったかもしれないんですけれどもいやなんかすごい楽しかったですよ、ね、だって独り言でセリフ言ってもらって無理やり絵も描いてもらって無理難題の多いクイズ答えてもらって、でもなんか本当自分 の、 あのアトリエのコーナーそうですけど、自分の絵があんなに感じになるとは自分でも見てなかったんで、はいはいはい、なるほど、いやそうですね、すごい、あれはやってよかったなと思いますね、はい、ありがとうございます。いや星野さんありがとうございます。ありがとうございます。あの別にあれですけどね、なんかまた、まあ、ゲームは終わっちゃいますけれども、はい、まあ、まだ、もう少し時間はありますので、なんか渡辺さんが個人的に何でしょう、ツイッターとかでこれ書いてって送ってもらえれば、はい、えなんか実装しておきますんで。えそんなことできるんですか。まあまたこれ多分こんなに言ったらまた後で後ろで怒られると思うんですけれども送りますよ。怒られます怒られます
時間ねえのに本当ですよ。またそんな口から出まかせばっかり言うからこっちの仕方が増えるってまた怒られるんですけどたくさんイベント控えてますからね。はい、そうですね、はい、本当に今までたくさんのコメントだったりとかメールいただきまして本当にありがとうございました。イベントも本当に楽しかったですね。そうですね、うんうん、あのリアルイベントもやりましたし、はい、まあ、あれはまあ緊張したってことしか覚えてないですけどね本当に300人400人ぐらいの中 で、 すごいですね、あんな大勢の前で喋ることなかったですね今まで。はい、その中でまあやらせていただいても非常に楽しかったですね。楽しかったのかな、はい、うんうん、うん、最初本当に緊張しすぎてもう噛んでた記憶しかないので割と そうですね私もよく噛みました。ねえ、うん、自分の名前噛んだ回もありました。ありましたありましたね。ありしまいやったらやばかったですね。だから今日は噛まなくてよかったって思ってます。最後の最後で、まあ、あれ最後の最後で噛んだらそれはそれでまあ面白かったですよね。いや、よかったです。よかったですか。最後噛まなくてよかったです、はい、はい、それではですね、はい、リライトイグニスメモリアステーション今回で最終回になります。はい、本当に今までご覧くださった皆様ありがとうございました。ありがとうございました、はい、それではリライトイグニスメモリアステーション、お相手は渡辺よしみと竹内イグンでした。バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございました。ありがとうございます。